色が少ない方が高かったの、当時は。あ、当時はね。うん。色が濃い色が多いじゃん。今の人は色があった方がいいっていう人が多いわ。あ、そう。うん。一番いい。これが一番いい。アピール。これさ、なお、これは大丈夫。これは。これは。バンドもこれ純銀なんだよ。あ、純銀なんだ。これはマカ材。あ、これ直さなきゃ。これだ。触っていいですか？あ、どうぞ。500円？いいな。これ、これください。ありがとうございます。はい。いえいえ、はい、どうも。お宝だよ、お宝。お宝だよ。お宝だよ、それ。ちょちょやろう。そうそう。それ？2000円。これ全部買ってきなよ、全部。全部2000円。いやいや、違う。だからこれ全部買ってきな。安くしてあるよ。8000円にしてあげるよ。全部いくら？ 8000 円、全部で。これは3の壁はいいね。全部で8000円。すいません、これもらえますか？こんだけでいいの？こんだけでいいの？なんか金がもう、もうもらえるのも。よかったらあげるよ。あ、本当に？もうこれね、クリス、もう避けちゃってんだ。ああ。
じゃあ、はい、ありがとう。秋田ですか？あれ、ユージに見ねえことないんだよね。ちゃんと見せてもらえない。それ覚えない。だから本当はそういうものをね、ちゃんとね、本当に。なるほど、かなり。ノートゲルトってドイツのインフレシリーズ、いいですよ、それ。うん、顔なんか絵がいいですよね。そうですね、100年ぐらい経ってるんですけど、なかなか面白いな。これ使ってください。あ、はい、ストーリーになってたりするんで面白いものとかあります、うんうん、じゃあこの4枚もらえますか。あ、はい、ありがとうございます。ぜひ額に入れて飾ってみてください。額ですか、はい、こういうような額とかに入れて飾ると綺麗になる。このお兄ちゃんのやつどこ行った？はい、なるほど、はい、これが、はい、これがどうもありがとうございます。はい、どうも。これとこれっていくらですか？これで500円ぐらいですか？こっちで300円。300円。あ、じゃあもらえますか？はい、どうも。はい、はい。300円で。はい、これ古いよ。これって何着るときのやつかご存知ですか？これもらえます？これもらえますか？はい、はい、どうも。